セクハラという形にも捉えかねません。これはね、ちょっと女性がやっぱ引いてしまったり疲弊をしてしまうことになってしまいますから、お疲れ様です。真面目社長です。今回は風俗で遊ぶ前後のやり取りでね、やってはいけないことっていうのをお伝えしたいと思います。プレイの前後ですね、姫予約でやり取りをする内容だったりとか、お会いした後にまあ LINE とか交換して後でやり取りをすると思うんですが、そこで女性の方からちょっとこのようなやり取りがあるとどうしてもすごく疲れてしまったりとか負担が大きくなってしまってるっていう声をね、いくつか届きましたので、それを今日はね、皆様にシェアして、女性ともね、気持ちよく仲良くやり取りができるようにしていただきたいなと思っておりますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、まずね、姫予約なんですけれども、予約をする前ですね、まあ、皆様やっぱり Twitter の DM だったりとか、ヘブンのお気にトークですね、こういったものでやり取りを始めると思うんですが、実はですね、このやり取りをいただく7割から8割ぐらいが予約をしない方がいらっしゃるんですね。要は予約する詐欺なんですね。予約しようかなとかね、予約する素振りを見せつつ女性に対していろんな要求をしてしまうと。今回ね、女性の方からいろいろアンケートを事前に取ってますので、そちらをね、見ながら解説していきたいと思います。まずね、絶対に NG なのが画像を送ってよ。これやっぱり女性っていうのは、その予約を受け付けるために DM を開放してるわけですから、画像を送るってなってしまうと、ちょっとまたね、別のサービスっていう形になってしまうんで、基本的にちょっと画像を送る女性っていうのもね、ほとんどいらっしゃらないとは思いますので、画像を要求するのはちょっと避けていただけるのが無難かと思いますね。で、もう一つがですね、できないことを要求するっていうのはすごく多いですね。これやってよ、あれやってよとかね。例えば本番をやってよとか。これ完全にダメなことですので、ルール違反になりますから、そういったまあ過剰プレイの要求とか、ご自身の一方通行な要求だけしてしまうと、女性っていうのはちょっと疲弊してしまいますから、まずはね、予約に対する最低限のね、お話っていうのはだったらいいと思うんですが、そういったプレイの要求を事前にしてしまうっていうのは、避けるようにしてください。はい、あとですね、ちょっとこれも結構多かったんですが、ホームページに書いてある情報をいろいろ質問をしていただくというところで、ホームページを見て、分かる範囲であれば、なるべくそこをチェックした上でやり取りしていただくっていう方が女性もスムーズになりますから、ホームページは大体ね、Twitter だったりとか、だとリンクしてますし、ヘブンネットはプロフィールページっていうのもございますので、そこで例えばカップサイズはいくつなのとか、出勤はいつしてますかとか、料金に関しても、ある程度ホームページでこう、網羅してるお店が多いですから、そういったのをしっかりね、見た上でやり取りしていただくと、女性の負担も減っていくかなというふうに考えております。これね、総じて考えると、無料でどうにかいろいろね、女性とエッチなことをしたいとか、画像をもらおうとか、女の子と無料でやり取りしようとか、こういったね、ちょっと横島な方もいらっしゃるっていうことになってくるので、そういったやっぱり女性はちょっと困ってしまいますので、我々ね、こういった方と一緒にされたくないっていうこともありますので、ちょっとそういうふうに見られないように、誤解を与えるようなやり取りっていうのは避けていただけるといいかと思いますので、で、やはりね、いきなりこう、そういった質問を投げかけたり、エッチな質問をするっていうのは、セクハラという形にも捉えかねません。やっぱり、まだお会いしてない女性に対してのやり取りになるので、すごくこう、エッチな内容を根掘り葉掘り聞くとかってなると、女性も嫌な気持ちになりますから、例えばね、そこの道に歩いてる女性に対していきなりエッチな話っていうのはなかなかしないと思いますから、セクハラになりますからね。世間一般的にそういう風に捉えられるような DM とかやり取りっていうのは避けた方が無難かと思います。なので最初はまずお会いするまでは予約にまつわる内容に留めていただくのが、一番お会いした後もスムーズに仲良くなれるやり取りになるかと思います。はい、そして次にですね、女性と実際じゃあお会いしました、LINE を交換しましたなのか、Twitter の DM でその後やり取りするなのか、ヘブンのお気にトークでやり取りする。ここのやり取りで結構女性の方からいろんなお声をいただいております。で、まず一つ目なんですけど、ポエマーですね。ポエマーおじさんっていうのがいらっしゃるそうです。で、これはですね、ポエムじゃないんですが、その日にこんなことがあったよとかね、こういうものを食べました。今度何々ちゃん一緒に食べたいな。そういったね、長い長文を送る方っていうのがいらっしゃるみたいなんですね。これはちょっとですね、普通に考えたらわかると思うんですが、あくまで他人のご興味がない情報っていうのをたくさん送られても、
ちょっとこれは女性もね、それに対応するのっていうのはちょっと疲弊してしまうことにはなってしまうんで、あくまでまあお会いした後っていうのはできるだけね、予約に関する内容っていうのがベストかと思いますので、今一度その送る前にですね、相手が求めてる内容なのかっていうのをちゃんと考えて送信をしていただきたいと思います。はい、次にね、これも非常に多い声があったんですが、おはようおじさん、お天気おじさん、まあこれね、毎朝その方が今日の天気ね、今日は晴れてるねとかね、今日は雨だね、こういうの送ってくると、結構ですね、女性と話をしてると、私はその日の天気はこのおじさんからの LINE で毎回知らせられるっていうような子も何人かいるぐらいなので、これ一人二人じゃない話だと思います。ただこれはですね、天気予報を見れば分かることですし、欲してる情報ではないと思いますから、お会いした時にね、あ、今日晴れてるね、雨だねっていうのはね、会話の糸口としてはいいと思うんですが、LINE でそれを毎日送るっていうのはちょっと女性も疲れてしまいますから、ちょっと考えていただければと思います。はい、次にですね、これも結構多い声なんですが、くるくる詐欺おじさん、これはくるくる詐欺といって、その予約をねしよっかなとかね、予約どうしようかなみたいな、ここ空いてるのとか、なんかこう遠回しに予約を匂わせながら、ただやり取りをしたいみたいな、結局予約しないんかいみたいなケースが多々あるみたいですね。あの、もちろんね、予約をちゃんとしようと考えてらっしゃるお客様多いと思いますから、ただね、そういった方がいるっていうのも、まあ、把握した上でやり取りをしていただくと、女性にやっぱり誤解を与えてしまうこともあると思うんですね。自分はそういうつもりではないんだけど、くるくるおじさんじゃないのかなこの人はみたいな印象を与えてしまうとすごくもったいないですから、まあ、ちょっとそういう誤解を与えるようなやり取りっていうのは極力控えて、あの、シンプルに予約をするしないみたいな、予約をする前提でのやり取りに徹していただくのが女性から好かれるやり取りになると思います。次に、お会いする前でも結構あったんですけど、要求おじさんですね。今度予約しようかな、まあ、何してくれたら行こうかなみたいなね、外でデートしてくれたら行こうかなとかね、まあ、本番してくれたら行こうかなってね、あくまで外でデートしたり本番したりっていうのはサービス外の話になってきますから、それはもう過剰な要求となってしまいますから、過剰要求はしないようにお願いいたします。でさらにですね、まあ、ちょっとこれに付随して、まあ、エッチなやり取りを結構ねされたいなっていう方、男性の方も、多いと思うんですが、そこもコース料金60分でおいくらっていう形でいただいてまして、まあ、それ以外のやり取りになるね、 LINE でエッチなやり取りを引き出して楽しもうっていうのも、これまたサービス外の話になってきますから、そういったこともないようにお願いいたします。はい、最後はですね、メンヘラこじらせおじさん、これはですね、女の子とのレスポンスやり取りがちょっとでも遅くなってしまう、返事が来ないとちょっといじけてしまったりとか、女性に対してまあ連投でねメッセージを送ってしまう、これはね、ちょっと女性がやっぱ引いてしまったり疲弊をしてしまうことになってしまいますから、過剰なメッセージっていうのも避けるようにお願いします。女性もやっぱりね、普通に普段は普通の生活をされている方もほとんどですし、そんなすぐにね全員のやり取りを返すことは難しいと思いますから、女性と直接やり取りする場合は気長にまあ返信が来るのをお待ちいただけるぐらい、まあ、気持ちの余裕っていうのをお持ちいただくと楽しんでやり取りができるかと思います。どうでしたでしょうか皆様。ちょっとね、私も聞いててね、ちょっと心が痛いなっていうところもあったんですが、やっぱり女性のこれ生の声になりますので、ここはねしっかりとね我々男性では受け止めて、まあ女性になるべく誤解を与えなかったりとか、不快に思われないようなやり取りっていうのを心がけるのがいいと思います。まあ結論ですね、予約に関するやり取りね、シンプルにこれを徹していただいて、それ以外の極力予約に関係のないやり取りっていうのは内容にしていただくと、女性も気持ちよくねお客様とやり取りができますし、それ以外の自分のまあ近況を報告したい、今日の天気は晴れですよ、こういうのはお会いした時に楽しい会話でしていただくのがご自身も楽しいと思いますし、女の子も気持ちよくですね反応していただけるのかなと思いますので、まああくまでね予約に関するやり取りするのがベストかと考えます。はい、今日はですね、女の子に実際いろいろねアンケートを取って生の声を皆様にお伝えしました。ですのでこれをね試してより良いね風俗遊びをしていただければと考えておりますので、ぜひ実践してみてください。この動画を見てね面白いなとかためになった思っていただいた方は、高評価チャンネル登録をぜひお願いできたらと思います。それでは失礼いたします。